はい、どうもバッシュデです。ということでね、今日はね、前々回の続きになるかな。はい、前々回ね、F3 買ったよとか、いろいろベラベラね喋ってた動画、この辺出しておきますけど、時の続きね、 CR8 とね、コスモスの話もしたと思うんだけど、 CR8 でねサンプリングした音を使って、音楽をね作っていこうと思います。さあ、DTM をやるにあたり、前回ねこんな感じで、サンプリングをね作ったと思うんだけど、1個ね足してます、この部分ね。はい、このね、3つに今分けてるんですけど、その分け方とかはね前回、説明してるんで、前回の動画を見ていただければと思います。まあ今回からね見た人のために言っとくと、このねピアノロールのところでコントロールできます。詳しくは前回の動画を見てください。で、ねオートフィルターとか入れてみてます。ちょっとボリュームが足んない気がするね、ちょっとボリュームが足んない気がするので、オーディオでダイナミックスでコンプレッサーぶち込んどこう、マスターにね。でリミッターを後にして割れないように、ちょっとねスレッシュ下げすぎ、 OK、 もうちょい欲しいかな、ちょっと今コンプレッサーぶち込んでみました系です。でちょっとこいつをコピーしといて、ヘイ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 、ワンツワンツチェケラー、いいね。あ、これあれだな、ちょっと一回何も考えてません、特に。で、ドラムパターンをやっぱもう一個必要かな、複製して、ちょっと待って、ダブルリプケートで複製、はい、OK した。オートメーション書いてみようか。オートフィルターを入れてます。ちょっとねこれで、こんな感じでね行ってみよう。ペーストね、はい。で次の段ではちょっとねドラムパターンで遊んでいこうかなと。はい、今のをキャプチャー、ちょっと短いか、こいつをちょっと、ダブルループで
8小節ぐらい遊んでみようか。よし、8小節ぐらいちょっとドラムで遊びます。こんな感じでね。で、まあ、適当にクォンタイズして、なんかね、あのジャズバンドとかで、リハーサルの前とかこんな感じでね、こう音出しして遊んでるような感じの雰囲気を表現してみました。はい、で、あらかじめね、用意しといたんですけど、これも CR8 にシンセサイザーの音をね、入れてます。はい、これはE マイナーの、はい、入ってます。 CR8 の方で、ここクリックするとコスモスが出てくるんですけど、コスモスのこのキーのところでね、 E マイナーっていうのを選んで、そうするとね、コスモスが E マイナーのね、音源を選んでくれるので、そこから探しました。はい、はい、ちょっとアンビエント系のね、入れていきましょう。ベースはですね、今回はネイティブから持ってきてます。スキャビのね、 J ベースですね。決まんないけど、ちょっとアンプ入れて、おもちょっとをね、はっきりさせますか。そしたらアンプをちょっと挿してみましょうね。ベースラウンドアップ、よし、そしたらベースライン入れていきましょう。Thank you.
個下げて、もう一個低いところから。ちょっとオートメーションをまず書いてみようか。ハイブリッドリバーブをね、ハイブリッドリバーブを聞かしてます。ハイブリッドリバーブなし。次、ハイブリッドリバーブオン。うん、だいぶ響きが違いますね。さあ、ここでドラムパターンを入れていこう。リピートをね、切るのをいつも忘れちゃうんだよね。重なってなんか面白いハイハットになった。はい、イエイイエイイエイ。したら、ハイハットのところランダマイズかけてみようか。ランダマイズ、強弱が生まれていい感じになったね。次の音源、
ね、このキャプチャー機能っていうのをね使いました。はい、これはね、もう一回やろうか。キャプチャー機能っていうのはね、カット、まあ、練習して弾いてるやつをもうすでにライブの方で記憶しててくれて、このキャプチャーを押すと確定されるっていうかね、そういったイメージです。例えばだからこんな感じで流しておいて練習、今のいいじゃんってなった時にこのキャプチャーを押すとちゃんと記録してくれてんだよね。はい、これがキャプチャー機能ね。クリップをクロップ。ここにもねオートフィルター入れても面白いかもしれないね。オートフィルターを入れましょうか。オートフィルターを、入れましょう。ベースラインをね今練習したやつ入れてみましょう。クリップをクロップ。 OK。みたいな感じでメロディーをつけて、で今のメロディーに歌詞を入れて1曲作るみたいなねことを僕は得意とする橋秀と申します。どうぞよろしくお願いします。というわけでね、今日は、
前回ねからの続きで CR8 でね、めっけた音源で、曲を一曲作るってことで、Zoom の、ね、F3 とあとシュアーの SM11 っていうマイクをつけて喋ってみましたっていう回でした。はい、それではね、また20分以上喋ってしまいましたけど DTM 生活楽しんでいきましょう。それではまたお会いしましょう。バイバイ。 Peace。